やめるなよ清宮幸太郎、日本ハムをまだ諦めてはいけない。清原和博、松井秀喜も。1年目のオープン戦は不振。ゴールデンルーキー。清宮幸太郎、日本ハムが、プロの壁にぶち当たっている。11日までのオープン戦の成績は、19打数0安打、打率000。 ファンもやや落胆気味だ。しかし、まだ、プロの球は打てないと断ずるのが早すぎる。過去に好成績を残した高卒ルーキーたちに目を向けてみたい。高卒ルーキーの2桁本塁打は希少。高校通算111本塁打を誇るスラッガー、清宮に期待されるのは、やはり本塁打だろう。ドラフト制導入後に限定すると、 実は、高卒ルーキーの2桁本塁打はレア中のレア記録。1位は、清原和弘当時西部1986年で31本塁打。これは、高卒1年目だけではなく、歴代ルーキー1位の記録でもはや別格だ。次に続くのは、松井秀喜、当時巨人、1993年。 で11本類だドラフト導入以降はこの2人しかいないドラフト導入以前に目を向けると1950年代に豊田康光当時西鉄27本塁だ榎本喜八当時毎日16本塁だ張本勲当時東映13本塁だ中西太当時西鉄十二本塁だ。 が達成しいずれもその後、球界を代表する打者に成長している。高卒ルーキー2桁本塁打、名打者の法則。清宮が期待されるのはこのラインだ。松井、清原も苦しんだオープン戦。戦術の通り、オープン戦では苦しんでいる清宮だが、希望がないわけではない。高齢は松井秀喜だ。 甲子園での5打席連続敬遠など、伝説を引っさげて巨人に入団した松井も、プロ1年目のオープン戦は苦しんだ。53打数5安打、打率094、20三振。多くのファンをがっかりさせた。そして、開幕を前に2軍降格。前半戦は、1軍と2軍を行き来した。しかし 後半戦になると、プロのボールにも慣れ、シーズンが終わってみると、11本塁打を記録。出場は57試合、打数は184だった。また、伝説のルーキー、清原和博も、オープン戦は0本塁打。まさか、シーズン31本塁打を打つとは、誰も思っていなかった。開幕しても4月は、 26打数6安打で打率点231。日本塁打が飛び出したが、出足は鈍かった。ルーキー時の春先の大活躍は、どんな大打者をもってしても難しいということ。肝は適応力だ。オープン戦でのボンダを、シーズンにどうつなげるか。清宮もファンも、2桁本塁打を諦めるのはまだ早い。